はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきましょう。はい、いよいよ8年目も公式戦第2戦メイソーレ那覇と、試合です。12位と一応なってますが、本当はというと10位ですね、昨年。まあ、勝って当然というのは油断禁物ですね。開幕戦勝利を飾っておりますので、その辺でも負けられないんじゃないかなと思います。一人、怪我してしまってます。これをどう見るかですよね。ミオを購入。マナミと、中盤は結構変わらないんですよね、力的には。ジョイを、1人ユーナに変えました。ユーナには頑張ってもらいたいと思っております。節子かなかな、みゆきはまだなんで、この状態でいきましょう。では、戦術ですが、ゾーンの高さを落とした方がいいんで、その通り落としていきたいと思います。まあ、点を取られないことが前提なんでね。はい、勝率、圧倒的に上ですね。まあ、ホームスタンドという、ホームでの試合ということもあり、ファンの期待に応えねばな、きっと応えねばなりません。気持ちよく勝ちたいですね。だんだんと下位の、実績のない選手も力をつけてきてますので、ここはしっかり。おー、すごい、萌え。スーパープレイ。おっと、マナミにチェンジした。ちょっとシュートが弱いが、コーナーキックになりました。さあ、くるみが蹴る。あーっと、窓か決められない。くるみが走り回ります。さあ、ゴール前に行ったが、これはゴールキックになりました。気をつけろ。おー。ふわっと、クラリスから一気に入った！ゴール！先制点！くるみかな？クラリスのロングパスですね。奇襲をつきました。萌えから、これクラリスに渡って一気にパスが通ります。くるみですね。最後は。完全に予感してなかった、電撃戦ですね。クラリス。さあ、これ気をつけろ。みゆきが高い。学びが、ファールですね。おっと、イエローカードですね。相手の笠沼に。これで思い切った試合ができなくなりました。これは横に、ずれます。おっと、萌えがカットです。パスカット大事です。
サクライス、その前、マドカーから、フラスコが止めます。そのフラスコ一気に上がってきます。決めです。おっと、ファールにはならない。助かった。キーパー自身が前へ出て。出ましたね。さあ、メンソーレ、なは、早くも、交代です。早いな。木を煎じろうっていう考え方ですね。再び、スローインになります。早い！おっと、やばい。コーナーキックになりましたね。気をつけろ。あっと、危ない。さあ、ここで奇襲をかけたかったが逆にパンチングだ。さあ、相手のラストチャンスでしょうね、これは。おー。これで多分前半終了でしょう。さあ、選手交代ですが、誰を交代していいのかが難しいですね。でも勝ちたいですね。エリカに変えましょう、まずは。その都度、あとは様子を見ましょう。本田守備変えたいんですけどね。エリカにも成長のチャンスを与えてやらないといけません。相手のなかなかチャージが厳しいですね。早い相手。プラスが確保しました。さあ、マドカが疲れてます。サドに、サヨに変えましょう、ここは。マドカいい選手なんですけど、やっぱり疲れていると無理ができません。さあ、結構前に出てますね、相手も。隙が生まれそうだが、逆に。さあ、エリカーと、ファールですね、これは。さあ、くるみが直接蹴ります。コーナーキックになります。かなとあやか。確実に勝つためにあやかですね。今回はかなごめんなさいです。さあ、もう、チェンジが成立しました。チャンスだったんだが、これが決まらない。おっと、取られてしまった、笠沼に。油断禁物だ。学びは笠沼に取られてしまいます。そして、ヘイローに渡って、同点に追いつかれました。パスが流れてしまいます。オーフラスコ早い。と、これは流れましたね。消気してたはずなのに。あっと、捉えてしまったよ。彩香が慌てて。パス行きます。クライスもかなり疲れている。クライスがついていけない。ファールではない。おっと。エリカかなりしんどいです。動けないのか、萌え。おー、危ない。おっと、縦パスだ。これは。お、逃れましたね。さあ、まだチャンスがあります。さあ、左右から逆サイド、マナミが上草に捉えてしまう。ちょっとリオの反応が遅い。あーっと、ピンチだ。
あーっと、なんてことだ。入られてしまいました。悪い方向、悪い方向に行きますね、キーパーが。あー、試合終了。これは悔しい逆転負けです。さ、前半は一進一退の攻防が続きます。その中、前半14分、このクラリス、この一瞬の隙をついたプレーが見事でした。クルミがしっかり決めました。このまま前半終了です。後半戦、クルミがフリーキックのチャンスを得ます。比較的この時間帯押してましたが、この後に悪夢がいます。笠沼に取られてしまう。そしてもう隙を逃さずに、最後ヘイローが同点に追いつかれます。そして後半終了直後、直前、ここでキーパーが弾いてしまって、ヘイローが、笠沼からヘイローが追いついてシュートを決めます。ヘイローは要警戒でしたよね。はい、課題を4ついただきました。順位、負けましたが順位は5位のままですね。他のチームがあんまり勝ち点か、稼いなかったんでしょうか。キャピタル東京が2勝を挙げて、唯一2勝で首位立ってます。引き分けがなんか多いのかな。いや、そんなことはないですね。1勝1敗が多いみたいです。ありがたいです。そのキャピタル東京が次の相手ですか。これは厳しい。1億2000万はちょっと高すぎますね。いいえ、キーパーに女性のキーパー欲しいんですけど、彼女しかいないんですかね。はい、というわけで非常に悔しい結果となってしまいました。次はですね、キャピタル東京前年度首位です。メンソーレ那覇、今回負けたメンソーレ那覇を5対0で完膚なきに打ち破ってますね。そんな協力チームです。中堅有名競合とか、乗ってますね。レマッセは名門、エルダード欧州が一流、名門がちょうど一番のランクなんでしょうか。選手を見てみましょう。キャピタル東京、
相も変わらず全体的にレベルが高いですね。控え選手はそんなに強くないんですが、他はとにかく強いと、メイン出る選手は強いですね。白が650万か。こういう選手欲しいんですけどね。はい、というわけで、次の試合ちょっとどうするか考えます。その後で、また様子を見たいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。